調子ポートタワーは、千葉県調子市川口町に立つ千葉県、水産業振興のランドマークタワーである。隣接施設のウォッセ21とともに、水産ポートセンターの施設として、調子漁港のシンボルともなっている。全日本タワー協議会に加盟している。1991年6月に竣工し、高さは57.7メートル、鉄骨造りの全面ハーフミラーガラスのツインタワーと、 なっている。隣接施設のウォッセ21とは、銚子ポートタワー空中連絡道により結ばれており、水産ポートセンターの施設として、千葉県の水産業が新しい時代へ羽ばたくシンボルとして建設されたものである。4階にある高さ46.95メートルの展望室からは周辺を一望することができる。 長子ポートタワーより望む犬坊崎東大方面地図8時30分17時30分4月から9月の土日祝日8月は18時30分まで延長されるただし入館時間は閉館の30分前までとなる入館料は大人420円小中学生が200円団体割引や地球の丸く見える丘展望館との量施設入館割引 年間パスポートの販売なども行っている。建築の詳細情報。その他ワークショップや企画展示なども行っている。天神 SS、棚町香る編の最終話に登場する。劇中では床下がガラスになっている場所が存在するが、実際の調子ポートタワーには存在しない。日本タワーマップ、全日本タワー協議会、全日本タワー協議会。 2012年2月12日閲覧。カンパニー、ザ・朝日新聞。朝日新聞でエジタル写真特集。写真特集日本のタワー。朝日 c ドットコム。2019年6月19日閲覧。AB、営業時間、入場料金、ようこそ、超スポートタワーへ。www.choshikaenko.com。 2019年6月19日閲覧。全日本タワー協議会 https コロンスラッシュスラッシュ www.japan.orgs.jp スラッシュ choshipo.tower 丸い半島巡り調子観光。www.choshipan.co.com2019 年6月19日閲覧。 ab イベント情報スタッフだよりようこそ超スポートタワーへ www.choshikanko.com2019 年6月19日閲覧ありがとうございます